CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日の龍馬チャンネルは、宮津市議の坂根さんにお越しいただきました。坂根さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。宮津市と、言いますと、なかなか皆さん、パッと来ないかもしれませんが、京都の北部の方にある、丹後地方の町ですけれども、天橋立で有名な、私の生まれ故郷の近所と、はい、いうことに、なりますが、まず最初にですね、丹後地方というと、結構まあ大阪からも離れてますよね。で、龍馬プロジェクトのメンバーってなんだかんだ言ってもですね、こう都市部の人が多いんですよ。というのも龍馬プロジェクト全国会なので、みんなでこう集まるのが結構大変で、なかなかこう、まあなんていうんですかね、まあ、地方というと語弊があるのかもしれませんけども、その交通アクセスの悪いところからの参加者って実は少なくて、やっぱり関東、関西、九州のメンバーがどうしても主要になってくるんですけれども、そういった中でやっぱり京都の北部からメンバーとして頻繁に参加してくださる方っていうのは少ないんですが、坂根さんがこうこの龍馬プロジェクトに熱意を持ってこう参加しようと思っているその理由というか、モチベーションを少し聞かせてください。まず僕がその龍馬プロジェクトに参加しようかなと思ったのは、内容で歌ってるのが東京一極集中の打破っていうことを言ってますよね。すごいことを言ってるなっていうのでででもこれはすごく大事なことで、それをこう地方の方にもっと分散してくれるようなことをしないと、本当に丹後地方っていうのが本当にこう過疎っていうかすごく進行してきているっていう状況がありますので、まあ、それを実情をですね、その都市部の議員さんとかにも知ってもらいたいやんっていう、そういうのちょっと僕がその架け橋じゃないですけど、一人でもこういう実情があるんだよっていうのをこう接することができるのが、まあ、この龍馬プロジェクトの、参加の最初にいいかなっていうふうに思ってます。なるほど、そういう思いが私も今日初めて聞きましたけれども、確かに東京一極集中の打破っていうことは掲げてまして、まあ、私もね、先ほども言いましたけれども、福井県大井郡高浜町という、隣町は舞鶴市ですね、舞鶴市近所ですね、昔、我々のと言っていいのかもしれない、あの地域もですね、それこそ軍港もあって、日本でも有数の拠点だったわけですけれども、戦後というか、明治維新以降ですね、明治維新以降ですね、もうすっかり、人口も減り、なんか裏日本と言われですね、雪が降ってあいつはネクラじゃないかと言われるようなですね、そんな風になっているものからすると、なんかやっぱり面白くないというか、頑張りたいという気持ちがやっぱり自分の生まれ故郷でもあるので、そういう思いも強くあってですね、と言いながら大阪で議員をやってるので矛盾も感じながらやる時もあるんですけど、でもそこはすごく坂根さんとはなんかある意味言葉も近くて、今も方言も出ましたけど、気づいてないって、私からすると非常に懐かしい単語弁なんですけども、今のその単語の実情、宮津市含めてどういった実情なのか、少し皆さんにもお話しいただければなと思うんですけど、丹後地方っていうのは僕が思ってるところなんですけれども、人材流出養成地域みたいな、ことになってまして、つまりですね、丹後地方の若者というか、大学とかそういう教育機関が、ないところなんですね。市内の方では大学の数が40数校ですかあるに比べて、京都北部は1校しかないっていうところで、で結局高校卒業すればもう9割強が一度都会の方に進学をすると、で結局そこで、都会か、都市部ですよね、でそこで就職、そこで大学とかそういうのに行って、でもうそこで就職してしまうケースが多々あって、で地元に帰ってくるか言ったらもうほんのわずかしか帰ってこないっていうのが、もう戦後もうずっとこう続いてきている今状況で、もう人口がものすごく減ってて、人口の減少というのは全国的なものかもわからないですけど、人口の流出っていうのがもう顕著に著しい地域に今なってきているんで、そこをですね、何度か改善ができないかなっていうふうにはちょっと思っています。もちろんそれはどこの地方も同じような課題でありますけれども、宮津なんかっていうとそれでもまた観光地なので結構人は来るのかなというイメージがあるんですけれども、どうなんですか、観光業とかっていうのは。
そうですね、観光業といえば、まあ、年間270万人のお客さんが、来ていただいてるんで、まあ、それを今維持しているところで、すごく頑張ってるところなんですけれども、まあまあ、増えもせず減りもせずというところで、頑張ってはいるんですけれども、結局、もっともっとお客さん呼んでこなきゃいけないんで、今年からですか、2年間で京都さんがちょっと力入れてくれるということで、はい、海の京都っていうので、はい、京都に、海があるっていう知らない方が結構関東の方いらっしゃるんですね。あ、そうかもしれないですね。で、それが今京都さんが丹後にちょっと目を向けてくださってて、はい、海の京都をすごく力入れ、2年間限定なんですけれども、はい、地域の人が動けばそこに支援してしますよということを言っていただいているので、この2年間でまた天橋立、まあ、含め丹後っていうところがまた変わってくるというところで、また観光業がまた頑張って復活、うん、してくるんじゃないかなってちょっと期待しているところです。なるほど、はい、まあ、市議の一つの使命としては、うん、じゃあもうちょっとうまく宣伝したいと思いますよね。天の橋立を PR しますとですね、春秋は本当に天の橋立を、ね、涼しかったり、気候のいい中歩いてその景色を楽しんでいただくと、はい、夏は海水浴があり、はい、冬はカニが食べられると、はい、そういったところですね、はい、そうです。近くにはちょっと足を伸ばす温泉もあるんですかね、うんうん、はい、あります、はいはい、どういった温泉がありますかね。そうですね、まあ、天の橋立には知恵の湯というのがありますので、はいはい、そこでまあ温泉があったりとか、まあ、橋立だけじゃなしに丹後地方には温泉が点々とありますんで、温泉巡りなんかもされたらいいかなと思います、はい、うん、なるほど、はいはい、まあ、そういう観光の名所もありつつ、まあ、一つの課題が人口流出であり、うん、はい、希望は観光資源をまあしっかり活性させていくということですね。で、まあ、ご自身が、まあ、皆さんにこれ出演者から聞いてるんですけど、そういった町に生まれて市議会議員になって何をしてやろうというふうに、まあ、観光のことは聞きましたけども、あ、そうですね、はい、もう少し熱いところ、はいはい、僕はですね、教育に力入れたいということを思ってまして、はい、で、さっきは観光って、失礼しました、人材の流出っていうことをちょっと言ったかもわからないんですけれども、はい、結局教育っていうところの、まあ、教育機関的なものを、まあ、誘致できないかなっていうふうにちょっと思ってまして、そこで人材育成をして、で、地元の企業さんにまあ、まあ、即戦力じゃないですけれども、地元の企業さんに、こう優秀な人材が確保できるように、はい、そしたら地元の企業さんもどん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 こう伸びていくんで、まあ、地域がこう活性化していくんじゃないかなっていうふうに思ってまして、で、教育、まあ、人材育成ですね、そこの部分をまあ、いろんな手法を使ってやっていけたらなというふうに思ってます。うん、ただこう議員になってからなかなかこうやっぱり理想と現実っていうのが難しいところもありますので、はい、まあ、できるところから取り組んでいけれたらなというふうに思ってます。そうですね、はい、本当に、まあ、地方の声ですよね、まあ、私も何回も言いますけども宮津近いので、帰っても仕事がないというイメージが田舎にはありますし、はいはい、実際ないですし、はい、なると鶏と卵の話なんですよね、はいはい、人材がいないから企業も大きくならないけれども、大きい企業がないから人材も残らない、じゃあどっちなんだというようなことで、これってなかなか地方だけで解決するには非常に難しい問題で、私なんかが国政に上がってやりたかったこと、一つが地方の活性化ですね。先ほど言いました東京とか都市部だけに集中するんじゃなくて、せめて全国に10拠点ぐらいですね、分散された地域があって、そこの衛星都市としてどの地域もね、それなりに人口を維持しながら発展しきるような日本であればいいと。生まれた町で育ち、そして働きして、はい、まあ、子孫を残して死んでいけるという形が私は日本人には非常にマッチしていてですね、住みよい、国づくり地域づくりになるんじゃないかなということなんですが、その辺がかなり近い、相通ずるものがありますね。すね、相通ずるというところで、ちょっとふざけた話をしていいかなと思うんですけど、坂根さんも独身で、はい、なかなか嫁探しも苦労しているという情報もありましたので、せっかくこれ全国放送って、まあ、インターネットの放送なんですけど、全世界放送なので、嫁募集という話もされたらどうかなと思うんですけど、実際婚活されてるんですよね。婚活、そうですね、はい、まあ、なかなかどうですかね、議員さんっていろんな方に言われるんですけど、よくそういう話があるやろうっていうふうに言われませんか、
ありますね、はい、だけど僕の場合ないんですよ。ないないんで、まあ、はい、ご縁もないと、はい、いうところで、まあでももうええ年なんでね、はい、そろそろもうこう、おいくつでしたっけ？今35です。35、はい、多分同い年ですかね。今年35ですよね。そう、次36、来年の2月で。あ、はい、じゃあそうか、全く同じ学年なんですね。はい、はいはい、いうところで、はい、もう近々決めたいなとは思いますけど、はい、相手の方がなかなか、はい、ということであります。皆さん、宮津市議の年収はですね、宮津市のホームページを見たら、必ず書いてございますので、全国の、三大名所であります天橋立のある宮津市で、暮らしたいという方は坂根さんの方に連絡を。ホームページお持ちなんですか？あ、ブログをやってますし、はい、Facebook の方もやってますんで。なるほど、はい、下の名前は坂根 A6 です。 A6、はい、あの下にテロップ出てると思うので、坂根 A6 さんで Facebook を調べていただければ、あの嫁をお互いさまですね。いや、私も頑張りますけど、はい、普通レオンプロジェクトで結構みんな真面目な話をするんですけど、今回婚活番組になってしまいましたが、はい、でもいいと思います。もしこれがご縁でですね、カップルが誕生したとなりましたら、この CGS の存在意義も一段と増していきますので、はい、ぜひですね、地域の活性化ですね、宮津の観光と企業、それから人材の発展に尽くしておられる、坂根A6さんに今日お話をいただきまして、ぜひ坂根さんの手助けをしたいと、応援していきたいという方は、Facebook の方から、ご連絡をいただきたいということで、少し締まりのない、コーナーになりましたが、今日はこれで終わりたいと思います。坂根さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。CGS をご覧の皆様に公開収録のお知らせです。10月12日の土曜日夜の7時から、大阪梅田の障害学習センター第一研修室にて、常念司先生のじっくり学ぼう日本経済公開収録を行います。常念司先生初の関西上陸ということで、ぜひ関西の皆さんにたくさん来ていただきたいと思います。ちなみに私の誕生日でもありますので、ご協力の方よろしくお願いいたします。CGS をご覧の皆様にホームページのご案内です。 CGS ではこの度ホームページを開設しまして、番組のアーカイブやグッズ販売、そしてカンパの申し込みの受付などをしております。たくさんの皆様にホームページの方も見ていただきまして、倉山先生との公開収録の様子をネットでも配信していきたいと思いますし、また DVD の販売なども行っております。またホームページの方もご覧になってください。